皆さんこんにちは。12月22日月曜日になりました。もうお久しぶりです。佐久本純子です。ゆらわくタイム、始まります。どうぞ今日も1時間ごゆっくりお付き合いください。よろしくお願いします。改めまして皆さんこんにちは、佐久本純子です。すいません、もう思わぬことでちょっと2週連続もっと休んでしまいました。12月入ってからは今日が初めての放送になるのかな。だいぶご無沙汰してね、本当に申し訳ありませんでした。さて皆さん、この間、それまでの間どういうふうなことをお過ごしだったでしょうか。まあ、巷ではね、いろんなこともあったみたいなんですけれども、私もね、結構いろいろと忙しく過ごしてまいりまして、年末の準備からも来年のね準備からもいろいろやってました。で、あっという間にですね、もう本当にあれですよね、なんて言うんでしょう、もうあと数えると来年みたいな感じになってしまったんですけれども、ね、皆さんもうそろそろ年末の準備とかは始められてますでしょうか。ちょっとね、ニュースでっていうか新聞で見て、あ、これいいなと思ったのがあったんですけど、沖縄って年末年始意外に行事がありますよね。もちろん皆さんが普段やってるようなものもあるんですけども、お水取りって皆さん知ってます？ちょっと今新聞ガサガサ言おうと聞こえてるかもしれないんですけど、新聞載ってたんですけども、20日かな、これは21日の新聞なので20日にかな、21日なのかな、20日ですね、首里城お水取り行事というのが20日国頭村辺戸地区で再現されたということなんですよ。これ15年ぐらいやってるっていうふうに書いてあるんですけども、まあここでお水を、まあ、汲んで健康を祈願して、でまたこれをこうお水をですね、首里城まで人力で運ぶという行事なんだそうです。これがですね、ちょっとね漢字がね難しいんですけども、若水献上駅伝かな、駅伝っていうそうなんですけども、駅伝関連行事っていうそうなんですけども、まあそういうのをねやっぱり年末にきちんとされていたというね、沖縄のこの儀式というかね、まあ皆さんいろいろこう年末年始に初詣とかいろいろされるんですけども、こういうね沖縄の行事とかもね、もう一度見直してみるといいのかななんていうふうに思いますね。で、私今年はですね、首里城の年間パスポートというのを作りまして、首里城に何回も何回も1週間に3回ぐらい行っちゃったのでそこの人に覚えられちゃったんですよ。また今日来ましたねみたいな、と連れて行く友達は全然違うんですけど、それでもこう毎回連れて行って首里城をこう説明して案内するんですけど、やっぱりね皆さんすごく喜んでくれて、で湧き水とかあるじゃないですか、入り口のところに、そこなんかもちゃんと見せてあげて、で風水で作られてるよっていうのも教えてあげて、その面白いのがですね、門を入るごとに風がこう体に当たってすごく気持ちがいいんですよ。でそれをどんどんこう進んでいくと、なんて言うんでしょうかね、空気がきれいな感じがしてね、やっぱり首里城ってすごいなっていうふうに思うんですよ。だからいろんなねところに旅をするときに、もちろん京都に行ってお寺は素晴らしいなとか、伊勢神宮に行って面白いな、素敵だなって思ったりはするんですけど、なんていうかやっぱりこう地元の良さをこう再認識し始めたというのが、まあ、今年だったような気がするんですね。もちろんこういうね若水の行事とか私は全然わからないし、まあ、どんな風にしていいのかもね、やっぱりやったこともないことではあるんですけども、
っぱり守ってくれる方がこういうふうにいるっていうのはありがたいな、なんていうふうに、感じている今日この頃です。ね、沖縄の文化ってやっぱり独特だから、一般に言う日本的な文化とはやっぱりちょっと違うところがあるんですよね。で、その文化っていうのを私子どもの時はなんとなくこう違いがあまり良くないんじゃないかと思い込んでいた時期もあったんですよ。ですけどね、やっぱりだんだんこう年齢を重ねるとそういう違いというのがとても素晴らしいんだなと、やっぱりこう残していくといいなというふうに最近本当に思いますね。で、なんでもっと早くこういうことを勉強しなかったのかななんて思うんですけど、まあ、今からでもね遅くはないので、いろいろ沖縄の、ね、文化にもっともっとね触れていきたいななんてね、そんな風に感じた記事でした。さて、じゃあ今日の1曲目おかけしたいと思います。奇跡をかけたいと思います。なんか私しょっちゅうかけてるんですけど、やっぱりこうなんか奇跡を信じたいのかな。まあそういうわけではないとは思うんですけども、おかけしましょう。奇跡です。Yeah.
はい、奇跡お送りしました、曲はグリーンの曲でした。やっぱりこの時期になるとなんかクリスマスって言うとやっぱり奇跡って感じしませんか。だから、ね、なんとなくねそういうタイトルの歌を聴きたくなるんだなというのをやっぱりちょっと今聞いてて思いました。さてちょっとね面白いニュースまた少しお話ししたいと思うんですけども、なんかね世の中本当変わったなと思うんですけど、今日ちょっと朝検索してたんですよ、なんか面白い記事ないかなと思って。そしたらですねネットの方で青い色の光を当てると昆虫が死ぬっていう話が出てて、東北大が発見したっていうことなんですね。これどういうことかっていうと、LED のその青い光をこう当てていく、これなんか波長があるらしいんですね。で、紫外線っていうのはあんまり当てすぎるとこういけないっていうのを聞いたことないですか。波長が短い UV や UVB は生物に対して強い毒性を持つことが知られている。そうなんです、私知らなかったんですけど、お肌に悪いとかよく言いますよね。で、比較的複雑な動物に対してはこういう紫外線 UVA でもその死んじゃうほどの強い毒性を知られていない。一般に光は波長が短いほど生物への その傷つける力は強くなる。よって紫外線より波長の長いその目に見える光が昆虫のような動物に対してそういう効果があるっていうのは考えられていなかったということなんですよね。だけどこれいろんなのを当てて調べたら、その378から732、これごめんなさい単位がね読めないんですよ、長い波の長い紫外線って書いて超波長紫外線から、近いに赤い外の光って書いて、近赤外光かなに、渡るさまざまな波長のその LED の光の中で症状映えを、で実験したということなんですけども、それにするとねその青い光がの中でやっぱりすごい卵がね帰らないとか死んじゃうとかっていうのがあったってことなんですよね。で蚊もやったらしいんですけども、蚊はやっぱり一つ417っていうの一つだけでやっぱりちょっと違っているっていうことなんですけど、そう考えるとですね今まで殺虫剤をプーッと吹きかけてきたのがその光でもしね蚊とか症状媒とかを駆除できるとすればものすごく画期的なんじゃないかなと思うんですよ。で昔は強い光を使う、ごめんなさい、強い薬とかねその薬剤とか毒性のあるものとかをこう使ってで力で力をこう加えてみたいな部分があったんですけども、それって私たちにもやっぱり毒性があったじゃないですか。これは今から研究するのでどのくらいか分かんないんですけど、そういう風にねなんか自然なものを使ってうまく、自然って言っていいのかどうか分かんないんですけども、そういうこうなんかあまり害のなさそうなものを使って例えば来ないようにするとかね、近づいたらやっぱ危険と思うはずだから来ないとかあると思うので、そういうのうまくね使えるといいななんてね本当思いました。世の中変わりましたね。
時間は13時16分になりました。ゆらわくタイム、 FM 読谷のスタジオから生放送でお送りしております。さて、12月この時期になると私とても不思議な気分になるんですよね。だって巷では間もなくクリスマスじゃないですか。だけどお正月というシーズンも始まっていて、本当にね、洋風なんだか和風なんだかわからない時期だと思いませんか。テレビ番組でよくお料理の紹介コーナーとかってあるんですけど、やっぱりそこもクリスマスディナー、チキンだとかケーキだとかっていう洋風なものをやっておきながら、もう片一方ではこうね、和服の職人さんみたいな、ね、料理人の方がおせちはねっていうふうに教えてらっしゃるっていう、なんかねすごく不思議な気分になるんですよね。でスーパーに行くじゃないですか。そこら辺ではクリスマスツリーがピカピカ光っていながら、でもここではしめ縄飾りがあるっていう、なんかねすごい変な気分だなと思いましたその、ミックス感がねまたいいなっていうふうに思うんですけど、日本ってやっぱりいろんなものを取り入れる文化だなっていうふうにやっぱこの時にすごい感じますね。ところで、クリスマスと言いながらも、今日はですね、実は、サクタン冬至っていうんですって。知ってました？毎年あるわけではないんですけども、何年とか何十年に1回という日らしいんです。どういう日かっていうと、皆さん冬至っていうのはよくご存知ですよね。今日を境に、日照時間がだんだんと長くなっていくのが、確か冬至ですよね。で、なので、太陽が復活するというふうに言われているのがこの冬至らしいんです。でところが今日何が違うかっていうとですね、実は新月にあたるそうなんです。なのでその新月とその、あれが一緒になるっていう、結構すごいらしいんですね。だから、太陽の復活と月の復活すごいよね、ダブルで。なんか今日ね、なんかいいことがあるんじゃないかなと。何かで見たんだけど、22日の月曜日はすごくいい日だから、この日から何か流れが変わるんだよみたいなことを聞いてたんですけど、このことなのかということでね、ちょっと分かりました。だから皆さん多分、普通に、いろいろ過ごしていらっしゃるかとは思うんですが、そういう面白い日なんだなっていうのを心に置くとまた面白いんじゃないかと思っています。そう考えると12月って意外に盛りだくさんの、ね、行事がある日なんだなと、月なんだなというふうに思いますね。いい月で、過ごして、あと10日今日は22日だから、あと10日ぐらいね、今年も悔いなくちょっと過ごしたいなというふうに思いますね。さてちょっと話は変わります。冬至の話から今度いきなりクリスマスの話になりますけれども、この時期になるとですね、私毎年楽しみにしているのがあるんですが、サンタ追跡、皆さん知ってます？サンタさんが今世界のどこにいるかっていうのを追跡するという、もう本当にね、もうこれは一体何なんだって世界中を巻き込んだ面白いサイトがあるんですね。でノーラッドっていうのが一番有名らしいんですけども、それは太平洋とか大西洋とかだったかな、ごめんなさい、そこの、ちょっとその、基地みたいな、その機関みたいなところなんですけど、そこのホットラインがあるそうなんです。ある時、アメリカでね、たまたまお菓子会社かな、何かな、おもちゃ会社かなの広告でサンタさんに電話しましょうみたいな広告が出たらしく、それが印刷されたのが間違い電話を印刷されていて、そのホットラインの電話番号が間違えて印刷されてたらしいんですよ。でその電話番号っていうのは、何か大変なことがあった、要するに有事があった時にかかってくる、もう本当に秘密の番号だったらしく、でそこにある時電話が1本かかってきたそうなんです。で電話でもしもしっていうふうにすると、相手が答えないわけですよ。でもう このほらね、お偉い方、将軍かなんか分かんないんですけど、はもうドキドキしながら、一体何があったんだろう、答えない、よっぽど大変なことなんだろうかっていうふうに思ってたら、ちっちゃな女の子の声で、サンタさんいないのみたいな聞かれたわけですよ。でもう聞かれた方がびっくりじゃないですか。じゃあ何が起こったんだと思ったら、
まあ、そういう間違いだったということで、それでもうね、本当に心意気があるなと思ったのが、それにやっぱり対応していって、いっぱい電話かかってきたんですよ、やっぱり間違い電話なの で、それに、ね、対応したっていうのが始まりだそうなんです。で今はそのサンタ追跡っていうのがすごくいろんなところでも、サイトが立ち上がっていて、まあ、一番有名なのがそのノーラッドっていうところなんですけども、前はね、結構長い前からやってたんですけど、さもうちょっと1週間ぐらい前だから、もう12月入ってからかな、立ち上がってるのかな、ゲームサイトがあったりとか、それからのサンタさんが作る様子だったりとか、ね、荷物を詰める様子とか準備する様子を動画にしたりとか、そういうのをね、いろいろ準備してるんですね。でちょっと私まだちょこっとだけゲームがあったなぐらいしかちょっと見てないんですけど、英語で書いてあったりするのでね、なんかそのそれがまたねちょっと夢があっていいなというふうに思うんですよね。であと Google のサイトの方でもそれもやってますし、それからね、私一応最近のお気に入りが安田女子大っていう大学があるんですけど、そこの可愛い女子学生たちがですね、そういうサイトを作っていて、で面白いんですよ。今ねどこを通過しました、今どこら辺ですとか、こう道をね、サンタがリアルに走ってるような状態とかも去年かなやってたので、道路をねサンタのそれが走ってるんですよ。ちょっとこれおかしいだろうと思いながら見てたんですけど、そういうねなんか面白いことをねあちこちでしてるので、ぜひクリスマスイブあたりからね、だん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 始まってくるので、多分ねこれ時差とか、その地球自転してるじゃないですか、だから時差があるでしょクリスマスに、その関係でどこの国から行くみたいな感じだと思うんですよね。でね、やっぱり私沖縄見たいじゃないですか、沖縄来たっつって見るんだけど、あれこんな短い時間で沖縄に来るのいいんだけど、みんなちゃんと配ってんのかなとかさ思っちゃうわけですよねちゃんとみんなのところに配られてるかしら、こんな短い時間でって、だから手下がいるんじゃないかなとかね、わけのわからない妄想がこう見ながら膨らんでいくので、きっとね本当にただサンタが空飛んでるとかね、その景色の場所を回ってるとかぐらいなんですよ。なんか別に特にストーリーがあるとかいうわけでもないんだけど、ついついハマっちゃうんですよね。だから皆さんねぜひ見てほしいなと。もう絶対サンタ追跡って言ったらいろいろ出てきますから、そのサイト登録してクリスマスの時にね、あ今日今私の頭の上よみたいな感じで楽しんでもらえたらなというふうに思いますね。ぜひに、私安田女子大のねなかなか好きなんで、ぜひそっちの方もね一生懸命作ってるみたいなんで、何年目なんだろうね、ね見てあげていただきたいなと思います。さあクリスマスといえばこの人の曲をまた私も聴きたくなりますが、山下達郎さんの曲をおかけしたいと思います。クリスマスイブです。
ふみみたん、13時30分になりました。色アクタイムお送りしております。さあクリスマスもう間もなくですね。明日お休み、そして、また、あれですね、クリスマスが過ぎたらお正月ってことなんですが、皆さんクリスマスケーキとかもう準備されました？なんかね、いつも、まあ、うちの親戚がクリスマスケーキを買っては来るんですけど、手作りも面白いんじゃないかなと最近思い始めてるんですよ。でも大変じゃないですか、スポンジケーキ焼いて冷まして間切っていちご並べてとかね。で、小さなお子さんがいる人とかだとなかなかそういうところに手間かけられないじゃないですか。だからね、最近ね、いいなと思ってるのがホットケーキで作るケーキなんですよ。で、これもものすごく簡単です。まあ、簡単に言うとホットケーキを何枚も焼くんですよ。で、もうめんどくさい方はその焼いたホットケーキの間にまず生クリームを塗るそしてそこにいちごやら何やら入れたいものを入れると。で、それを段重ねにしてね、まあそのまま上にクリームつけてもいいし、周りを囲んでもいいと。で、そこに買ってきたマジパンとかね、例えば、まあ、コアラのマジでも何でもいいわけですよ。こういろんなものをね、トコトコトコって乗せて、そこにまあ可愛いさくらんぼなり何なりをつければもうあら不思議、ケーキが出来上がりみたいなね。で、これってお子さんも一緒に作るから楽しいですよね。で、手が込んだ人になると、これを星型に切って、まあ、2、3枚ぐらいで間にちょこちょこちょこっと生クリーム入れて、そしてそのほら今キラキラするのとかいっぱいあるじゃないですか。それで飾って、まあ、もみの木風にするとか、そういうのもね簡単にできるわけですよ。でね、昔はねしっかり作らないといけないかなと思ってたんですけど、まあ、そういうの作って、あと皆さん今ねネットを見ればもう簡単にクッキーとかも焼けますでしょ。私はすごい簡単なのが、まずもう目分量でバター、小麦粉、砂糖、すべて混ぜます。で、この混ぜて結構コネコネしたやつを少しなじませておく。で、そのままカットして焼くってだけなんですよ。で、ここにチョコチップ入れたりとか、アーモンド砕いたの入れたりとかして、まあね、味は、まあ保証しませんよ、正直言って。え、そんなの紹介するなってごめんなさい。だけどね、すごい簡単だから、クッキングシートとかね置いて、そこにピョーって並べて、で焼けば終わりですからね。まあ10分か15分ぐらいかな。まあそれも目分量で、オーブンによって時間変わるので、まあいいぐらいかなみたいに、焼けたのをこうちょこちょこちょこって飾るとかでもね、本当にいいんじゃないかなと思ってるんです。で、いい素敵なものとかをもちろん準備して豪華なディナーっていうのもいいんですけど、こういうね手作りのものも、まあお子さんとかいる方なんかはいい思い出になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、アイシングとかってクッキーにこうね、模様を描いたりとかするのもすごく簡単なので、まあ、粉砂糖と、まあ、ちょっとこう色つけるやつを少し、ほんのちょっとですよ、爪楊枝の先ぐらいちょこって入れて、水でこうね溶かして、それをピューってやるだけでも全然いけるので、ぜひねお家でやっていただけたらなというふうに思います。はい、私は多分買ってきたものを食べますごめんなさい、本当に去年ぐらいはね作ろうかなと思ったんですけど、今年はちょっとね、もう他の人に任せて食べようかななんて思ってます。ぜひ作った方、写真とか感想とかお寄せいただけるとものすごく嬉しいですさあ、またクリスマス関係の曲をおかけしましょう。だいぶ古い曲になるんですけど、山下達郎さんも古かったんですが、稲垣潤一さんの曲をおかけしましょう。若い頃ねよく歌ってました、クリスマスキャロルの頃にはです。どうぞ。
はい、稲垣潤一さんの曲でクリスマスキャロルの頃にはをおかけいたしました。はい、相変わらず言葉の滑舌が悪い私ですね、稲垣潤一さんすごい綺麗な曲だ、あの声だなと思ってて昔は、はい、最近はなんかあのリアルに聞くことが少なくなったんですけども、昔ねすごく好きでしたね。さてクリスマスね、ときて、まあ、年末になってくるわけですけれども、ちょっと話変わっていいですかね。昨日夜、あ、夜昼、あのテレビ見てたら久しぶりにスパイダーマンっていうのをやってたんですよ。ですごい見てて、あのね、中のおばあちゃんがねすごくいいこと言ったんで思っているんですけど、スパイダーマンがこう彼女とピーターか、ピーターね、主人公の男の子ピーターがその彼女と別れてしまうというストーリーの部分だったんですけども、でそれによってちょっとこう悪に染まったスーツがあって、それを着てこうひどいことをしてしまったわけですよ。で彼はそのことで落ち込んで、いけないなと感じるんだけれども、どうしていいかわからないと、もう自分なんかダメだと落ち込んでるわけですね。でその時にこの育ての親のおばさまがやってくるわけです。でおばさんが、どう、彼女はうまくいってんのって言ったら、もう自分はダメだみたいなことを言うわけですね。そしたらすごくいいこと言ったんですよ。じゃああなたが一番難しいことをしなさいって言うんですよ。で私は一番難しいことって言うから、彼女のところに行って謝りなさいとかね、彼女が新しい道行くのを祝福しなさいとか言うのかななんて思ってたんですけど、もうねすごいこと言いました。一番難しいのは自分を許すことなんですって、うわーと思って。であまりにもそれって難しすぎて頭の中に全然浮かばなかったんですよ。で確かにその後悔するとか悪いことしたなっていうのは一番ね許せない部分ですよね。だからこう自分が成長したりとか、あるいはこう悪いことしたなと思って行動のきっかけになったりとかする部分なんですけど、素晴らしいのがその自分を許せない状態で行動を起こすと絶対変な行動を起こすっていうのも知ってるんですよ。だから正常な判断ができない、罪悪感とかいろんな正常な判断ができないっていうのも分かってはいるんですよ。こちらとしてはやっぱり、まあ、こういう仕事し、コーチングとかしてますからね、感情の部分も扱うから。だけどね、その感情移入して見てるこの映画の中でまるで自分のことのように見てると、やっぱりねそこに行ってないなっていうのがちょっと私自身でも衝撃だったんですよ。でよくコーチは自分にもコーチをつけるっていうことを言うんですけど、それはやっぱり自分のことはなかなか見えないからだっていうんですね。まさにねそうだなというふうに思いましたね。ねえ、もういいこと言うなこの映画はって思って最後まで見ちゃいましたけどね。で結構ね映画の中でねすごいいいことを名言とかね言ってるの多いんですよね。まあ実際にその生き方をしてるかどうか書いてる人がねは別なんですけど、やっぱりそういう生き方を考えさせるきっかけになる映画ってねやっぱすごいなというふうに思いますね。であとねもう一つ、土曜日だったんですけど、これみんなにねクライアントさんに見てねって言ってたんですけど、阿川佐和子さんだよね、ふなっしーの対談の再放送があったんですよ。私見れなくって、で、まあ、結局仕事してたので最後までそれも見ることも途中からしか見ることができなかったので最初の部分は見なかったんですけど、これでもねすんごいいいこと言ってましたね。ふなっしーがねなんか言ってたのが、お金とかなんとかっていうのがやっぱりみんな気になるじゃないですか、生活しててやっぱりね。だけどお金じゃないんですよねみたいなことを言ってて、じゃあ何なのかって言ったら、お金はね欲しかったら一生懸命働けばいいと、勉強は一生懸命勉強したらいい点数が取れると、だけどどれだけ
だからどんなところでも自分は生きていける。だからどれだけ死ぬまでに楽しい思い出を作るかっていうことが、あのなんか目標みたいなことを言ってたんですよ。これすんごいなと思って。で昔十二国旗っていう小説があったんだけど、それでもネズミが出てくるんですよ。ネズミ男みたいなのがすごい頭のいい。でそれも同じこと言ってたんですね。あのお金が欲しければ一生懸命働けばいいし、試験に受かりたかったら勉強すればいいじゃないか、だから神様に祈ることはないんだよみたいなことを言ってた。思い出しちゃってね、あのすごいなと思いましたね。あの参考にしてみてください。はい、12月22日13時46分になりました。ゆるワークタイムお送りしております。さあここ最近寒いんですけれども、皆さんね元気に過ごしていらっしゃいますか？こんな時にはやっぱり温かい食べ物とかが温かくね、いろんなものを着てって思うんですけど、一番ねこのぐらいの時期から私使うのがあるんですよ。それはね春カイロなんですね。そのカイロねものすごくおすすめですね。背中、肩甲骨と肩甲骨の間ぐらいに貼るとかなり暖かいですね。あともう一つ、あの腰、背中あの腰のとこ触ると平べったい骨がありますよね。そこの上あたりにまた貼るとめちゃくちゃね暖かいんですよ。でこれから出張に行くとか、年末年始どっかにお出かけします、でも寒いのは嫌だね、もこもこ着たくないね、デートの時にちょっともこもこしたんじゃなくてちょっとね綺麗な感じで服着たいみたいな女子なんか思うわけですよ。でその時にはあのぜひねこのカイロ使ってほしいと思います。ただ直接あの素肌に貼らないようにしてください。例えば中から着るウェアがありますね、そこの上から貼るとか、あとはあのね、上着とかの裏側に貼っちゃうとか、そういうことをするととてもとてもいいです。で私ねこれほぼ24時間使っちゃうんですよ。なぜかわかんないですけど12時間しか効かないとか言いながら朝春じゃないですか。で家帰ってきてまだあったかいんですよ。でわこれまだあったかいなって言って今度はあの剥がしてパジャマに貼るんですよ。こちらのパジャマは外側から貼りますけどね、パジャマので、それで寝ちゃうとまあまあ朝まで結構あったかかったりする場合もあるんですよね。あれ不思議だなと思います。12時間って言いながらも結構持つんですよね。ただあれ低温やけどとかすごく気をつけてもらわないといけないので、ずっとこう同じところを温めてばっかりいますでしょ。だから意外にこうやけどして、じわじわこうくるじゃないですか。だからあの気がつかないでやけどっぽくなる場合もあるので、その辺は十分気をつけるようにやっぱりあの直接当てないようにしてください。で春カイロなんですけど、あの一番おすすめがシートが2枚ついてるでしょ、上と下みたいに。だから上だけ剥がして貼って、であのパジャマにするときには下剥がして貼るみたいな、
そうするとね2倍使えるんですよ。だからね旅のお供に、1週間くらい行くときはもう10個パック、10個パック 10枚入りパック持っていくんですけど、これがあればね大抵の寒さはね大丈夫です。ただ海外に行くとき気をつけてほしいんですけど、これ貼ってですね、アメリカの空港に行くものなら捕まります。本当にあの、変なこう機械通るじゃないですか。発熱します、あの何、なんか全身がこう透明に見えるようなやつ、あれにやるとこう背中だけが熱いから怪しいって言ってどっか連れて行かれます。私1回のそれで連れて行かれたことがあって、別室送りでした。これ機械が導入されてからまだ少しの時だったのかな。であの検査までされて、もうこんな汗かきやがってみたいなあったかいからそれで連れて行かれました。でなんかね去年ぐらい、あ今年か、友達もあのそれで回路で捕まったって言ってました。でもやっぱり日本人はそういう回路をよく使っているので、まあね、あの許してもらえる確率が高いですから、なんか怪しいと思われても慌てないで、対応していただきたいなと思います。もうとにかくね面白いですよ本当に、そういうのに捕まるといやいや捕まっちゃいけないでしょ、あの止められるんですよ、止められるってことですね。なのでまああの回路でまあ活用もできるけど変な風に楽しめるっていうオチがつきました。でも皆さん真似しないでください。はい、ね、まあそんな話をしましたが、ちょっとここで一つお知らせをさせてください。12月26日金曜日なんですが、読谷の方で、ね、私あのヒプノセラピスト言葉の方で、皆さんの潜在意識にいろいろ語りかけてアイデアを出したりとか、あの新しい考え、それから、まあ凝り固まった思い込みとかをこう外していくというような仕事もしてるんですけども、まあそういったものを絡めまして、なんとクリスタルボール、こう石ありますよね、いろんなこう石、アメジストがいろんな、そういうのをガラスに練り込んで作ったクリスタルボールというのがあるんですが、そのクリスタルボールを奏でてもらいながら輝く未来をイメージしようという瞑想会をすることになったんです。それも読谷地区で、なのであのもしご興味のある方いらっしゃいましたら、7時から、ね、行いますので、よかったら来てください。あの私のブログの方に FM 読谷のホームページからリンクすれば場所とか時間とか料金とか、書いてありますので、でそこからお申し込み先の方もあるので、よかったらねあの来ていただけたらなと思います。ただあの来年どんな風にしたいかな、どんな風になったら楽しいかなというような気持ちとか、あるいはあのアイデアがある、こんな風にしたいと思ってるんだけどちょっとまだ漠然としてないなとか、ただもうリラックスしたいなとか、いろんなの目的があって大丈夫ですので、気軽に、来年のことを楽しみだなと思いながら来ていただけたらなというふうに思っております。ぜひあのお越しください。ね、クリスタルボールの演奏ってものすごくリラックスしますのでね、本当にあの音楽をかけながらやるのもいいなと思ったんですけど、こういうね、美しい音色をもとにねやるとまたあのすごく気分が良くなるんじゃないかなというふうにちょっと思っています。はい、それでは今日最後の曲をおかけしていきたいなと思います。広瀬香美さん、もう冬といえば広瀬香美さんですよね、の、冬のモチベーションをおかけします。
ゆるわくタイム、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。また来週お会いする時まで、良い1週間をお過ごしください。それでは、さようなら。